難解プログラミング言語とは、意図的に読解が困難なように設計されたプログラミング言語である。英語では、エソテリックプログラミング、ランゲージと言われる。基本的には、実用性を目指したものではなく、冗談プログラミング言語の一種で、いわゆるハッカーの間では、この種のジョークは、足しなみとみなされており、難解プログラミング言語に区分される、プログラミング言語はいくつも作られてきた。 インターカルは最初期から現在に至るまで標準的な難解プログラミング言語の一つである。1972年にドン・ウッズとジェームズ・リオンによって慣れ親しんだいかなる言語とも異なる言語にしようという意図の下で設計された。その当時に確立された言語であったフォートラン、コボル、アセンブリ言語といった言語の各要素をパロディ化していた。 長年、インターカルは論文の言語マニュアルが存在するのみであった。しかし、1990年にユニックス上で新言語により実装されると、インターカルは再び注目された。これが刺激となり難解プログラミング言語の設計が世界的に流行した。1993年に、ウーターバンオートメセンは小規模なスタック型、プログラミング言語であるフォールスを作成した。 コードが理解しにくく紛らわしくなるように、公文規則が設計された。コンパイラはわずか1024バイトであった。フォールスに触発され、アーバン・ミューラーは、さらに小規模で、名高いブレインフックを作成した。ブレインフックのプログラムはたった8種類の文字のみで、構成される。クリス・プレシーのベフンゲともに、ブレインフックは、現在、最もサポートされている難解プログラミング言語の、 一つとなった。これらはチューリング完成の正当的な例であり、プログラミング言語の不必要にわかりにくい側面を示していた。ブレインフックはチューリング機械の一種の P 言語と関係が深い。チューリング完成とは任意の計算可能な機能が記述できるが、一方でその記述が非実用的なほど難しいようなチューリング完全なプログラミング言語のこと。 難解プログラミング言語について、言語機能を最小化しようとする場合に、チューリング完成と評されることがある。言語パラダイムには多くのカテゴリーがあり、特定の言語がどのように利用されているのかを理解するのに役立つ。これらのカテゴリーには、以下のようなものが含まれる。イスックは、ただ一つの命令をサポートするような計算機のことで、ある。 ピエトと出力するピエトプログラムピエトによるハローワールドプログラム難解プログラミング言語の文化的な文脈についてはジェフ・コックスなどによって研究されている。コックスは難解プログラミング言語をメズブリーズのマザンジェルのようなコード芸術やコード史と類似のものとみなしており、その著書の中で難解プログラミング言語について人々の関心を 命令や制御から文化的な表現や拒絶へと移行させたと評している。ダニエル・テンキンは、ブレインフックについて、人間的な表現とアセンブリ言語の境界を取り除くことを拒否しているがために、我々を滑稽な論理の探求へと誘ってくれると述べ、人間の思考と計算機の論理の間にある固有の矛盾を明示した。テンキンは難解プログラミング言語によるプログラミングを、 例えばフルクサス運動における演奏のような楽譜の演奏と関連づけていた。コードの中で論理規則を使い倒すことでその言語の視点を明確にできるのだ。ありがとうございます。